日光。日光、日光、還元4年3月8日、1246年3月26日、元光3年、昭教2年2月7日、1333年2月21日は、鎌倉時代の僧侶、日蓮の皇帝六老僧の一人であり、白蓮阿ジャリと称する、日光門流の祖、富士大石寺の解散にして、 日蓮正宗第二祖に劣せられる。日光は1246年、還元4年3月8日、貝の国駒郡大磯岡地風は、現在の山梨県南駒郡藤川城で、誕生した。属性は、騎士。父は、武士の大井立花六。母は、富士城法川井。現在の静岡県富士宮市の、吉家の娘であった、日、通る。 富士日光商人商伝6ページ。幼少期に父が亡くなり、母が武蔵国の綱島九郎太郎に再火したので、日光は母の父である河合入道連光に養われることとなった。やがて初等教育を受けるため、現在の富士市中の里にあったと推定される、天台囚人院である四十九院。現在は、廃寺に登った。さらに、鈴草。 現在の学南鉄道鈴駅周辺の地域の両角三坂あじゃりの下に漢学を、また、道地の地頭である、冷勢中条、龍茂から、華道、書道を学んだ。四十九院に上ってから、法器工と呼ばれた、日、通る、富士日光商人正伝九ページ、大石寺、日光商人、日目商人正伝十五ページ。四十九院で、書道教育を収め、さらに、 鈴荘で漢学や書道も学んだ日光は、その後、四十九院と密接な関係にあった、天台修人院の実相寺、富士市岩本、現在は日蓮修人院に上り、修学に励んだ。実相寺は当時、一切を増する大寺院であった。伝承によれば、昭和元年、二百五十七年八月、鎌倉の大地震に遭遇した日蓮は、 災害の原因を仏法の目によって究明すべく、論執筆の準備のため、昭華2年、1258年2月、実装時の共造において、一切今日を越読したが、その折に、日光は日蓮に接して、感銘を受け、日蓮の門下となることを願い出たとされる、日聖、家章、富士修学要衆第五巻147ページ。日蓮の指示があったためか、 日蓮の弟子となってからも日光は実装時において仏教全般にわたる修学を持続している。日光はその後も公安期に至るまで四十九院の愚僧、本尊に愚部する僧侶の身分を持っていた。日光が日蓮のもとに赴いたのは校長元年1261年日蓮が伊豆の伊東に流罪された時と伝えられる日生家中将。 日光は伊藤において、日蓮に休止しただけでなく、周辺への愚境にも努力し、熱海の新言像を釈伏して、日蓮の門下とした、日、通る、富士日光商人商伝14ページ。校朝三年、1263年2月、日光はある罪を赦免された日蓮に従って、鎌倉に入った。鎌倉での日蓮の活動拠点は、松葉がやつの草案であり、 日光もそこで日光より前に日蓮門下となっていた日照、日ーらと共に日蓮に使いながら日蓮の教家を受けたと思われる。日光は日蓮の教家を受ける一方、独自に愚教活動に従事したが主な舞台となったのは縁故のある富士方面だった。両親だった祖父、河合入道蓮光をはじめ入道の子息、河合白を三つ 入道の娘である持妙に、その夫、高橋六郎兵衛などが、日蓮門下となっている。文英二年、1265年、日蓮は、前年に成去した門下である、南条氷江七郎の母さんのため、駿河国上の座都を訪れたが、その際に、富士方面に詳しい日光が随行したとされる、大石寺、日光商人、日目商人制十八ページ。 ただし、道書ではその根拠を提示していない。この時期、日光は、海の国破棄王、現在の山梨県美野部長の地頭、破棄実長を釈伏し、日蓮門下とした。実長が日蓮に帰したのは、文永六年、1269年頃と推定される、日、通る、富士日光商人つまびらか810ページ。実長は、鎌倉番役のために、 鎌倉に出布する、道の沿道にある四十九院で日光と出会い、入信した、日、通る、富士日光商人商伝八十七ページ。同書には、書老と青年と、俗と僧とのことあるも、共に、港南の出身で、幾章を投じて、次第に衆議にも進み、一族共に念仏を捨ててホッに返し、皆共存の門下に入り、張間光一前公の総文をも出すに至ったと、 述べられている。実朝の入信後、覇キ一族から、張リマ公、越前公などの日蓮門下の僧侶が輩出した。運営7年、1270年には、後に日蓮の本弟四6人、六老僧の一人となった日時、カイノ公が日光によって、日蓮門下となっている。日時は、駿河国井原軍、 松野、現在の静岡県富士市の出身で、7歳の時に49院に登ったが、そこで日光と出会って、日光の弟子となり、日光に従って、日蓮に帰した。また愚教の片割ら日光は、文英五年、1268年8月、実相実習と霊状を執筆し、志を同じくする複数の僧侶と共に、 実相寺印樹の腐敗を幕府に訴え出た日光の神筆による道具令状の草案が北本文字に現存する。富士修学要集第10巻306ページ、日光商人全集93ページ。実相寺は、芳芳法王の刑を得ていた天台蔵地員が旧安元年1145年に建立した寺院だが、幕府が部任した第四代印樹寺ペンに至って、 ガランの修繕を怠るだけでなく、寺院財産を私物化し、遊女を寺に入れて、飲酒にふけるなどの乱行が顕著となった。日光はその乱行を具体的事実を挙げて求断し、幕府に提訴したが、それに対する幕府の対応は明らかになっていい。訴状の草案を日光が執筆した事実は、当時、日光が実相寺の僧侶の間で、僧王の存在感を持っていたことを物語っている。 建治年上以後、実相寺の重曹の中から、畜前坊、武前坊など日蓮の門となる人々が出ている。文永八年、1271年、日蓮が竜の口の放難を経て、サドル罪の処分を受けた際、日光は数人の弟子と共に日蓮に随行して、佐渡に赴き、文永十一年、1274年、日蓮が謝免されて、 鎌倉に帰還するまで日蓮に休止している、日道、五殿土台、富士修学要集第五巻七ページ。ただし近年、大石寺第六世日知事を、五殿土台の作者とする説が出されている。日光は、佐渡においても愚境に力を注ぎ、佐渡における、日蓮門下の中心的存在となった、阿武房の入信も、日光の働きが大きく、阿武房一族はじめ佐渡の門下は、 日蓮滅後においても、日光文流に属してい。この点について、日蓮曹操学前書の、日光商人略伝は、文永八年聖祖佐渡遠藤のことあるや、商人、日光又十手佐渡に渡り、在島三冠連継に、賀は二次して、浸水の牢に服す。阿部壺等商人の火炎佐渡に存するものあるは、是がためなり、日蓮曹操学前書、第二巻一ページと述べている。 日蓮は、佐渡において、佐渡百福と言われるように多数の曼荼羅本尊を、図検し、開目賞、関心本尊賞など多くの著述を行って、鎌倉期からさらに発展した競技を展開していったが、日光は日蓮に、常随求事する中で、日蓮の新たな思想を吸収していったと推定される。日蓮は、サドル財から赦免された、文永11年、 1274年の4月8日、侍の頃の諸士として、幕府内部に大きな権力を持っていた、平左衛門の城より綱と会見し、猛虎長刻の祈祷を新言像に行わせるべきではない警告して、文王元年1260年の立正暗国論の提出以来3回目となる国主官業を行ったが、幕府はその官業を無視した。 三度にわたる官業も幕府が受け入れないことを確認した日蓮は、これ以上幕府に働きかけても無意味であると感じ、鎌倉を退去したが、鎌倉退去後の落ち着き先としたのは、八木ー実長が児童として統治していた、開国ミノだった。八木ー実長は、日光の尺袋で、日蓮門下となっており、日蓮がミノの,の地を滞在地として選んだ背景には、 日光の勧めがあったと考えられる。日蓮は、日光の案内のもと、文英十一年、千二百七十四年五月十七日、美ノ部に到着した。八木実長は、早速日蓮が居住するための暗室の建設に、取り掛かり、一ヶ月後、横三軒縦二軒の簡素な暗室が完成した。日光は、それを見届けた後、直ちに買い、するが、 伊豆方面の愚教活動を再開した。同年、日光は、南条氷栄七郎の長女が嫁いでいた、伊豆国日田軍畑里、現在の静岡県田方郡神奈美町の日田五郎、茂綱の家を訪れ、神殿下を強化している。また、茂綱の古難である虎王丸、後の大石寺第三世尾目が畑里にほど近い、そう、湯山、伊豆社、平安時代から始まる。 神仏根高の謝辞。伝承によれば、起源は古墳時代以前というで初等教育を受けていることを知り、当時15歳だった虎王丸と対面した。日光の教えを受けた虎王丸は日光の弟子となることを決意し、2年後の賢治2年1276年4月、正式に日光の弟子として出家得度した日光商人。 日木商人聖殿280ページ。同年11月、身延に登って、日蓮に越し,し、苦内教の公家、または、日田教の名を得て、日蓮常随求事している、日道、御殿土台、日、通る、富士日光商人聖殿454ページ。文英11年、1274年6月、以降から本格的に開始された、日光の会。 駿河方面の愚狂により、奈義医と同じ海原寺に属する、秋山、大石が、日光に帰した。天治2年、1276年には、秋山氏出身の山伏である錆ビ誹日課が、日光の弟子となって、身延に登り、日蓮に休止するに至った。日課はそれ以前に、自分自身の弟子を持っており、その中から非戦、非伝、妙らが、 日課に従って、日蓮門下となっている、日光商人、日目商人聖殿72ページ。駿河国上の座との地頭、南条家では、南条兵衛七郎の子息である、南条時光が、母親の御家にと共に信仰を継承し、日蓮が身延に入山すると日蓮を訪れ、日光の指導を受けるようになった。このように、各種の人脈による日光の愚教は、 急速に拡大していった。日光はかつて自身が修学した四十九院と実装寺また、駿河国富士軍列元教、現在は静岡県富士市にあった有力寺院である天台宗寺院、流泉寺、現在は廃寺にも精力的に愚教活動を展開した。その結果、それらの寺の重層や寺周辺の住民にも、 日蓮門下となる人々が現れていった。四十九院の重曹だったのが日来い、紀元、実相寺の重曹が、筑前坊、武前坊、日五孔、流仙寺の重曹が紀州、紀弁、紀前羅である。その動きに対して、これらの寺院の院主や住職は、危機感を抱き、結束して日蓮門下に改修した僧侶を追放しようとした。 日光と改修した重曹らは住職たちの不当な迫害を幕府に訴えて対抗した。広安元年1278年3月、日光らが連名で幕府に提出した49院申し上は49院の住職の不法を幕府に訴え、工場対決、公開討論を要求した訴状である。当時は地方の有力寺院の住職まで幕府が直接、 任命する例が少なくなかった。流仙寺の院時代、行地も、熱元教の領主である、北条一族に属することから認じられたと、推定されるもので、正式の僧侶ではなかった、日光商人、日目商人聖八82ページ。行地は、寺院財産を私物化するだけでなく、寺の池に毒を入れて魚を殺し、それを村里に売り出すような乱行を重ねていたが、賢治2年、 1276年には重曹である日、衆、非弁、非禅に対して流仙寺ラからの退去を要求した。日衆らがそれに屈せず、寺内に留まって、愚教活動を進めたため、行地側の迫害は激化し、公安2年、1279年には、農民信徒に対する障害や殺人事件まで、弱気する事態となった。迫害が頂点に達したのは、 同年九月十二日である。その日、農民信徒が集まって稲刈りの作業をしているところを弓や刀で武装した武士の騎馬集団が襲撃し、二十人を逮捕した。農民信徒は直ちに鎌倉に移送され、平左衛門の城頼綱の館に拘留されて、平頼綱の尋問を受けることになった事件が、北条特宗家の領地内で起きたものであるため、平頼綱は、 侍どころの諸士ではなく、特捜家の消し、内官僚として、事件を扱った。日光は直ちに鎌倉に移動し、鎌倉の中心的文化である、四条金吾よりもとらと対応を協議したと推定される。日蓮もこの事件を、日蓮教団全体に関わる、重大事件と受け止め、10月1日、四条金吾にあてて、成人後難事を送り、 権力の迫害を恐れず、戦い抜く、要文下一同を指導した。行地側から、農民信徒らに対する、国訴状が出されたので、日光は幕府に提出する、答弁書、陳情を作成することにし、原案を身延にいる日蓮のもとに送付した。日蓮はその原案を後半に残して、前半部分を自ら執筆し、陳情を完成させて10月12日、日光に変装した。 日蓮の神筆は中山北ッケ教授に現存。それが流線自毛史上である。農民信徒に対する尋問は過熱を極め、平頼綱は農民信徒に対してホッケの信仰を捨てるよう厳しく責め立てたが、誰一人として頼綱の脅迫に屈しなかったので、10月15日、頼綱は尋問を打ち切り、信徒のうち3名を斬首。 残りを金国処分に処した日光、弟子文長。事件はそれによって事実上決着したが、天台州側の迫害はその後も、必要に続いたので、日光も富士方面にいられなくなり、身信や遠州袋田の新池江などに、避難せざるを得ない状況となった、日、通る、富士日光商人商伝96ページ。公安四年千年、1281年、第二回猛虎襲来。 公安の役に前後して、日蓮は、鎌倉幕府に対する官業が、事態の改善にならないことを鑑みて天皇に対する官業を決意し、朝廷に対する申し状を執筆した。その申し状は、温庄寺申し状と呼ばれる。その上で日蓮は日光に指示し、京都に上って、同申し状を、五宇田天皇に上層せしめた。日蓮は、翌、公安五年、1282年、 さらに日目に命じて、再度、朝廷に上層せしめている。天皇は、日蓮の申し状を、御城寺の赤額に検討させた結果、日蓮の申し状を評価し、陳、多実法家を持たば必ず、富士山六に求めんと記した、下し踏みを貸しした、日、通る、富士日光商人昭伝126ページ。御城寺申し状と、朝廷からの下し踏みは現存しないが、 日光が入滅した、現行三年、1333年の時点では、存在していた、日光商人ご遺跡のこと、日蓮早総学前書、第2巻288ページ、富士修学要集第8巻18ページ。日蓮は、身延において、時には百人を超える門下に対して、北ッ行の講義、談議を行った、日蓮、蘇屋殿のご返事。その、 日蓮のホッケ行講議を日光がまとめたのが五菊伝、日向がまとめたのが五行聞き書きと伝えられる。両書については今日、議書説が有力だが、両書を全く日蓮とは関係のない議書として全面的に排除するのは偏りすぎているとの意見もある。議書説に反対する立場からは、日蓮が美延でホッケ行を抗議したのは事実であり、 その記録をもとに、日光や日向内氏はその門下が両書を編集した可能性は否定できないとする。その場合、両書は日光門流、日向門流の立場から見た日蓮の教義を伝える書として日蓮の思想を伺うための重要な資料となり得るとする須田春を審判日蓮の思想と生涯388ページ以下。日光門流の日蓮聖集では 公安2年、1279年から同5年、1282年にかけて、三大秘宝区決、106個賞、五本尊七個総賞、本院名賞などの総伝が日蓮から日光に授与され、日蓮の奥底の競技が伝えられたとする。日光門流以外の門流ではそれらの総伝を否定するが、日光と日照、日露、日向らとの競技理解は大きく相違しており、 日光が他の五郎層と根本的に異なる主張を明確に打ち出した背景として日蓮からの送電があった可能性があるとする見解もある。須田春を日光文流と総価学会158ページ。日蓮は公安五年1282年9月8日、北地国、現在の茨城県の温泉を目指して身延の地を発した。その旅程には 日光のほハキー一族の指定が随行した。しかし、日蓮の衰弱は進み、9月18日に、武蔵国江原郡現在の東京都大田区にある池上宗中、総長兄弟の館に到着したが、その先に進むことは不可能となった。池上についた日蓮は、ハキ実長に対して、所管を発したが、衰弱のため、筆を取ることができず、 随行していた日光が日蓮の口実を出録したハキーの誤報。10月8日日蓮は日照日老日光日向日いただき日時の6人を本弟子と定めた日光週祖五千劇録日蓮総総学全書第2巻102ページ富士修学要集第8巻2ページ日蓮は10月13日 滞在していた池上兄弟の館で入滅し、翌日、早々と、ダビが行われた。10月16日、日光は、宗祖御千下記録を記し、日蓮の葬儀の次第を詳しく記録に残している、日光の真は現存する。なお、日蓮聖宗では、入滅に先立って日蓮は、日蓮一代の法儀をすべて日光に付属したとする、一期具法付属書と、日光を、 身延三駆動寺の別頭と定めたとする、身延山附属所を日光に与えたとい。ただし、日光門流以外の門流は、この領書を、後世の偽作として否定している。公安六年、1283年1月、日蓮の時期で白は、身延山で、日蓮の百科引奉養を行ったが、その折に六郎僧を含む門下が、日蓮の墓所を、 月晩交代で守護することが定められた。門下が墓所を月晩交代で守ることは日蓮の遺言であり、日光の神筆が現存する。墓所か主晩長寺が宗祖五千劇録の末尾に加えられている。墓所か主晩長寺には日照、日老、日光、日の字起筆の署名がある。しかし、墓所の月晩守護は型だけ定められたのみで、実際には行われなかった。公安七年。 1284、10月、日光は、美信山において、日蓮の三回帰法要を行った、日光、美正加坊御返事、日蓮総総学前書、第2巻145ページ、日生、家中賞、富士修学要集第5巻227ページ。この時期、美信山は日光が別等となって運営されたと、考えられる。日光は、 他の時期でしらが、墓所の月番を守らないのを遺憾としていたので、公安八年、1285年、六老僧の一人である日向が身の部に登山してきたことを歓迎し、日向を格闘職に部任した日光、原殿御返事、日蓮総総学全書、第2巻171ページ、大石寺、富士年表54ページ。日蓮の総僧や百科引法要にも参列しなかった。 日向と日蓮の募集を守ってきた日光の競技的見解の相違は次第に顕著になってきた。地頭の破棄実長は日光よりもむしろ日向の意見に従うようになり、日光の再三にわたる警告も無視するようになった。日向の影響下に破棄実長が行った行為を日光は問題視し、このまま美延に在住していたのでは、日蓮の競技を保持することはできなくなるとの危機感を 強めた。日光が問題視した実朝の行為とは、一社家の仏像を増留して、本尊としようとしたこと、二日連が禁止した神社三景を行ったこと、三年仏の石塔などの奉望に供養したことである、日光、原土の御返事、日蓮創々学前書、第2巻170ページ。結局、実朝の姿勢が改まる、可能性がないことを見極めた日光は、 昭和2年、1289年の春、日目、獅子浦の門下と共に、美部を離れた。その心境を、八木一族の門下に対して述べた、原戸のご返事では、日光を除く日蓮の弟子たちについて、指摘たいと断じ、日光のみが、日蓮の正しい教義を保持しているとの自覚を、明示している、弟子ことごとく指摘体せられそう来ぬ。日光一人、本師の正義を存じて、 本会を遂げそう,ろうべき人しに相当たって、覚えそうらえば、本意忘れることなくてこう。身延を離れた日光は、とりあえず自身が幼年期を過ごした陽家の川池に滞在したが、間もなく上野里の地頭、南城と機密の要請を受けて南城家に入り、その年の10月、近くの大石が原に新寺院の建設を開始した。建設にあたっては南家だけでなく、 時光の姉がとついでいた、伊豆の神殿家、海野秋山野党の援助があった。翌年、1290年10月、新寺院、大石寺が完成し、日光は、大石寺を拠点に、門下の育成と具教の進展に努めることとなった。大石寺での門下育成の結実として、日光は、日蓮が晩年に、本弟子六人を定めた先例に習い、自身の皇帝六人を、 御弟子に定めた。その六人とは、日目、日下、奇州秘禅、秘戦、日常である。永任六年、1298年、53歳の日光和法を日目に付属して大石寺の経営を日目に譲り、自身は大石寺にほど近いおもすの地に、三影堂と衰弱堂を混流して、そこに移った、現在の北山本門寺。建設には、 南条家のほか、南条と君津の姉が嫁いだ、おもすの児童、石川家の援助があった。日光は、おもすで、日蓮の著述の講義を行い、門下の育成に力を注いでいる。日光が高学に勤めたのでそこは、おもす断書と呼ばれ、昭安2年、1300年には学僧であった、日朝、六郎僧の一人である日いただきの弟が日光に。 起伏してきたので、日光は、加減2年、1304年に、日朝を、おもす団書の初代学頭に任じている。さらに、権限元,元年、1302年には引いただきも日光に、起伏し、おもすに、成人寺を創建して、日光の活動を助けた。日朝の死後、文法元年、1317年、日光は、日朝の弟子で比叡山で研鑽を重ねてきた批准を、 第二大学等に任じ、文科の育成に努めた、日、通る、富士日光商人商伝282ページ。おもす団書での人材育成の努力の結果、日光のもとに多くの僧侶が育ったので、おもす時代に成長した新進のうち、本弟子六人を定めた、大石寺時代に定めた六人を、本六人、本六、おもす時代の六人を、新六人、新六と呼ぶ。 新読は、日白、日朝、秘道、秘妙、秘豪、日助の六人。本六新読を中心にした、日光門下の愚痴は各地に及び、東北、関東地方から近畿、北陸、山陰、四国、九州まで、日光門流の教域が拡大されていった。立正安国論の提出以来、鎌倉幕府及び朝廷に対する国家官僚。 国主官業を行ってきた日蓮に習って、日光も幕府と朝廷への官業を続けた。日光の申し上で幕府に宛てたものは、昭和2年1289年1月、元徳2年1330年3月、朝廷に宛てたものは下略2年1327年8月の申し上が今日まで伝わっているが、実際の官業はこの3回だけでなく、 それ以外にも、頻繁に行われたと見られる、富士修学要衆大発第三巻331ページ。幕府や朝廷に対する申し状の法廷は、日目らの門下によって実行された。頻繁に行われた、国家官業は六郎僧の中では日光だけに見られる、顕著な特徴で、日光のこの行為は、日光滅後、日目、非道羅日光門流の門邸に継承された。 五老僧が鎌倉幕府に出した申し状も伝わるが、幕府に対する追従に終始し、官業の趣旨は見られない。日蓮正宗によれば、日光は自身と五老僧の相違点を明確に、後世に残すべく、おもす断所初代学等、日朝に、藤人あと門と存じのことの作成を指示し、原案を作成した日朝の死後は、 自身が追加の発行状を加えて完成させた日光とご老荘の対立点を51相対と呼ぶ。さらに、藤士人あともんと存じのことをもとに日光とご老荘が偽絶するに至った理由を明確にするため第二大学党を批准に命じて五人諸派賞を執筆させた大石寺日光商人日木商人聖伝178ページ日練習では それを否定して両書は日光の滅後、日光の何か託して作成されたものであり、五人諸派書の作成者は日光の弟子の筆章であるとする日蓮衆、時点325ページ、103ページ。日蓮正宗が次のように主張する日光は現行二年1332年11月、最終的に大石寺を日目に譲ることを明示した。 日光跡上上寺、日蓮総総学全書、第二巻百三十四ページを日目二十四時現行三年、三百三十三年一月には、日光以下よき文十六箇条日蓮総総学全書、第二巻百三十一ページ、富士修学要集第五巻を定めて、文化一郎に未来にわたる指針を示した。冒頭には、富士の律義いささかも、選手のごぐずにいせざること、 第一箇条、五人の率、義十一に、戦士の五不図にすること、第二箇条と、改めて五十一相対を強調している。同年二月七日、日光は、永仁六年、千二百九十八年以来、三十五年に、渡って在住した、おもすの地で入滅し、翌日、葬儀が行われた。その模様は、弟子の膝と、日号とも書く。安田対本次会期が、 日光商人五千下次第、日蓮総総学前書、第2巻二百七十ページとして記録している。日蓮の六人の時期弟子は、日光と他の五人の弟子、日生、日老、日向、日いただき、日時の五僧以下、五老僧と記す。との間で、次に退避されるように、考えが大きく異なる。両者の違いが、日光の身のぶり算の永遠となる。 2は、51相対、逆は、日光離山の原因というよりはむしろ、日光の身延離山後、日光の与党とが、関東学派との対立意識のもとに、両派教学を特色図券として成立させたものである、とある。2は、日光離山後、日光並びにその角屋が5人との対立意識を、燃え立たせ、逆、だもので、当時の真相を物語るものではない。 また御長老の方では何の対立意識も表明していないのであって、このような考え方は富士方面の一方的なものであった。とある。本六人とは日光の本弟子六人のことである。永仁六年、1298年の弟子分本尊目録に日光第一の弟子として六人記載されている。弟子分本尊目録記載順。日光は おもす団書にて、弟子の育成に努めたが、その晩年には、本六人の大半が成去していたため新たに六人の皇帝を定める。彼らは、本六人と区別するため、新六人と呼ばれた。ただし、その人名については、疑問が残されている。家中賞記載順、など。全部で三百体ほど諸者したと言われている。楽しく、ご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。